今回の代表選出外の田中と鎌田、ガチで恋しいけん。今日に関しては鎌田がいて欲しかったな。田中碧と鎌田が本当にいなくてよかったのか？鎌田と田中碧を呼ばない逆張りしたのも今考えるときしょいな。三笘がいれば、冨安を最初から出していれば、鎌田、田中碧を招集していれば、っていう状況になってしまって悲しいよ。やっぱ鎌田いないのが効いてる感あるな。プレイ当たってない日でもベンチから戦術面で貢献してただろうし、うん。鎌田と田中がいないから森田遠藤を変えられないの結構痛い。やっぱボランチの層が薄いと思うんだよな。鎌田か青のどっちかは必要だったと思う。もう佐野を信じるしかない。